おはようございます。速稼塾の久保です。今日は1月24日9時11分ですね。朝9時を過ぎましたので、第一生命のネオバンクを開けております。そうするとね、本日のコミッションがピシッと入った状態で、今ご覧いただけるように21,000円ね、まだ1週間も経ってないのに1円もお金をかけずに21,000円ゲットすることができました。本当皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、引き続きこの第一生命のネオバンク、このアプリをねダウンロードしていただいて、皆様のアプリにこの銀行アプリが入ったら、プロフィール作成をするときに免許証が必要、そしてもう一つはこの紹介コードね、これを入れていただきたいと思います。動画概要欄にも同じような内容が書いてますけどもね。はい、以前3年前に紹介したみんなの銀行っていうアプリがありますけども、このみんなの銀行もダウンロードして紹介コードを入れると1000円とか1500円とか、高い時には2500円もらえるってキャンペーンがありましたね。で、今回はそれと同じような銀行アプリが出たよってことなんでね、これからもね、他銀行からも出ると思います。ですんで、この流れしっかりと押さえておいてくださいね。で、複数の銀行アプリを同時に紹介することは効率的なんだけども、結構難しかったりとかします。ですんで、一度に紹介するのはね、2校まで、多くても3校までですね。で、そうなってくると、これからどん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 銀行アプリが出てくるときに、まだ上限金額ね、みんなの銀行だと30万でしょ。で、第一生命のネオバンクだと7万5000円まで、マックスで紹介料いただけるんですよ。で、これが一件一件済んだ状態でまた新しい銀行アプリが生まれてきたら、それを追っかけるみたいな形がよろしいかと思いますので、どんどん紹介活動をね、していただきたいと思います。ちなみに、ここまでの私のスケジュール感なんですけども、1日目ね、この第一生命のネオバンクを知った時に、すぐにもうダウンロードして動画を撮りました。それこそ、このアプリの存在を知って1時間以内にすでに知らせる活動をしていたわけなんですよ。それがですね、1日目登録と告知という作業に入っております。そして2日目の朝9時なんですけども、1500円、自分の登録コミッションが入っていることを確認しました。で、そこからまたね、告知活動を続けていたんですけども、3日目、昨日なんですけども、1万8000の紹介コミッションが入っていたのを見ました。で、そのための動画も撮りましたよね。1万8000入ってました、みたいな。だから、登録したり、紹介をしたりとかして、翌日の朝9時に反映されてるっていう形なのかなと思います。そして今日なんですよ。4日目、21000円。つまり、昨日から今日の間に、2件の方がね、登録してくださったってことになります。いや、こうなってくると、この第一生命のネオバンクのマックスは7万5000まで1人当たりコミッションがいただけるんで、もうね、3分の1ぐらいが私の場合は終わってしまったかなっていうところなんで、なんとかね、今月中には無理でも、2月の末が締め切りですから、それが来るまでに7万5000は達成するんじゃないかなって気はしますね。はい。ということで、引き続き皆様にも、まずは1500円、そしてマックス7万5000まで頑張ってね、増やしていただきたいので、この第一生命のネオバンクのアプリをダウンロードして、免許証で本人承認取った後にこの紹介コードを入れるというところね。作業大体5分で終わりますから。ね。そして、今のところですけども、みんなの銀行と同じように、自己破産した方、金融ブラックの方でも、なんと作れてしまうんですよ。最近ね、銀行の口座作るのってむっちゃ難しいんですよ。それこそ、窓口に行ったら1週間、2週間、1ヶ月待たせることはザラなんですけども、この銀行アプリは手元で5分。そう。今から始めて5分ですよ。むちゃくちゃ簡単でしょ？で、送金手数料無料とかね、入ってるわけですよ。他銀行のやり取りでも5回まで無料とかね、むちゃくちゃ使えるんですよ。もう ATM に並ぶことはありません。ぜひね、このアプリ使ってみてください。それでは本日は以上です。必ずダウンロードしてくださいね。うまっ